寝る前に少しだけ電話してみたって、3分も経ったら聞き飽きちゃうくらいの愛を伝えてほしいの。いきなり手をつかんで結末から言うと想像を超えては、聞き飽きちゃうくらいの愛を伝えてほしいの。いつだってあなたの一番になりたいの。あなたの言葉やさりげない仕草で聞き飽きちゃうくらいの愛を伝えてほしいの。